第1回ナゲット大食いババ抜き。はい、というわけでですね、はい、今回はババ抜きとナゲット大食いのハイブリッド競技を遊んでいきたいと思います。はい、もうルールは言ってシンプルです。ババ抜きをやります。で、そのババ抜きでこう捨てた数字分ナゲットを食べるというだってシンプルなルールでございます。なるほど。少ない、まあ、コツとしてはですね、最初のこの配られた時点でいかに大きい数字を捨てられるかっていうところが大食い面での勝敗の鍵を握るということでね、13が固まる可能性あるからね、26食わなきゃいけない可能性ありえるからな、本当にそれは。というわけで今回はナゲット大食いままの決定いきましょう。やっていきます。はい、うわこっち7段だよ、こっち5個しかな乗ってない。え、ほんとだ。え、バーベキューなんか薄いんだ。あ、ほんとだ、薄い。ほんとに薄いじゃん。すごい。はい、というわけで全部で13箱の15ピースのナゲットがあります。全部で195個ですか。そうですね。これ見てないから分かる。誰も見てない。今すごい、すごいことしたよ今。いや、すごいのこれ。え、すごくない、できる。うちみんなできる。だいたいマジで言ってるけどできる。入んなかった。できねえじゃん。あの、捨てるときはちゃんと数字を宣言してください。よっしゃ、いくぞ。10捨てまーす。おー、でかい。6捨てまーす。やばい。9捨てまーす。13捨てまーす。おー、やー。3捨てまーす。5捨てまーす。2捨てまーす。11捨てまーす。8捨てまーす。12も捨てまーす。4捨てまーす。1捨てまーす。7捨てまーす。現在の枚数はもっちが6枚、7枚、9枚、5枚。もっちが俺から引くスタートで一発目食べるあれが増える可能性がありませんでした。おぉ、怖っ、怖っ、普通に今食いたいからちょっと小さめな数字。よし、これ大きい数字を持ってってくれるとありがたいよね。来ないな、言うなよ。どう、怖えー、マジで怖い。2周目。おぉ、食わしてくれ。うわー、9個。うわー、9個。地獄の時間だから、俺らからしたら。食いてぇな。いただきます。1、ディップしとる、ちゃんと。普通に考えて9、まあまあきついけどね。めちゃめちゃきつい。もっとパン、まあ、早く。いこう。よし、あぶねえ。はい、おお。お前ここに置くな。間違いない。あーあああああ、怖え、マジで。お願い、食べたい神様。あーあー、よかったよかった。すげー楽しんでる人おる。なあ、ない。ある、きたー。何個？3個。あー、ちょうどいい。ベスト。ちょうどいいね。口の中のスペースに余裕ができない。それはお前が下手くそ。質問ねえよ。うまっ。はい、終わりました。はい、おい、もう、おっと、おい、8だよ。できん。こいこう、15でも。あ、終わった、終わった。あー、おー、来た。おーっと、これは、よー、いいね。うん、パサパサしてる。そうだ。それ17個食べてんだもんね、もう。そうだよ。はい、あ、来た、2個。うわー。はい、終わり。はい、終わり。あー、13。うわ、多すぎるんだけど。うん、ちょっとね。いや、普通っていう。なんだよ。なんじゃから、やり方。終了しましたー。よし。くんな。おーい。いいの引いたよー。あー。12個。あー。さっき素材しか食べてねえからな、俺。素材っていうの。味と。じゃあ、タオこう、世間いいか、別に大会あ、わかる、これお前食べました。ワンボックス食ってんだよ、こっちはよ。俺が持ってる。あー、取られたー。第1。おー、ふざけんなよ、マ
ジで若干見切れるからもちろんこれだな。おー、まあまあまあいいか。いやっ、間これを取る俺は。でかい。おー、なんでお前が消える、うせろこれだよ。おー、いい、うん、当てろ数字が。おー、危ねー、危ねー。おい、よし当てろ。かい、どんどん。あー、わー、6。いやー、きつい。じゃあお前もうあと1枚うのやろ。うのラストか。じゃあ俺はこれ食べんの。やばい、来る、盛り上がる。バッチ1分。そろそろ苦しんでほしい。あー10個。うわー、しんどい。12、10個はきつい。急に4。じゃあラストも食って、やばいなら切る。はい、さあ再開しようか。そしてその再開とともに俺の上がりが決まるんだ。ピヨン、上がりー。あー、いいなぁ。鼻くそが出てんだよ。あー、7個はちょっとやだ。あんな知ってる人の食べずに買う。はい、具が良い。なんだお前の残りのカードは。おいおいマジかよ。どっち分の1秒何時2でしょ。あ、引かせる。食べ終わった。あっ、いや、はい、いや、この人やばいんだけど大丈夫。ああ、よし、これが実質正念場。テレレ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 こっから俺が巻き返す。いや、25億負けたら25億引けー。引いてみよう。引いてみようよね。やりか、やりか、裏か表か、神か悪魔か、皇帝か俺か。いや、待て、おお、血のついたカード。血じゃないだろ、絶対バーベキューソースに。このカードが奥に行っているということが守りたい証拠。よって、こっちが、勝利への鍵。よっしゃー。